赤月小学院、林田学園です。よろしくお願いします。まあ見るタイミングでね、皆さんちょっと違うと思うんですけど、まあ1月のね、頭にね、作品展ありましてね、ぜひね、皆様来てください。私もね、ずっといますので、ぜひね、お声掛けください。よろしくお願いします。ではね、1月の方もね、説明しますので、では、もう一つ最初ね、3ページの説明していきます。まず日ね。必ず右側が高い位置に来るように。ね、こちら空間できるように。左ね、空間。で、しかしこの点より出るようにね、左に。点よりも左へ払っていくように書いてください。きっちりね、均等に。中心。しっかりね。身が少し大きめに、感覚しっかり揃うように、この部分ね、少し広く書いてください。中心、この辺でね、内へ入る、両方とも。この部分ね、細く、大きくね、このム入るように、ム、高さ揃うようにね、ここと、ここね、高さ揃うように書いてください。坂森ね、だいたいこの部分、揃う、ね、高さ揃う、右側が高い位置から。跳ねるとこだけね、中心に来るように書いてください。中心、ね、均等になる。まあ、少しね、右側広く、ほとんど一緒でいいです。この部分だけ書いたら、右側上へ来るよね。右上がりね。空間できる。山水、ね。狭く、広くと、必ず前に出るようにね。点も高さ揃うように書いてください。だいたいね、均等になる。で、まあ、縦書いたときに、このまま、ど真ん中にね、まず一つ。ね、必ず右上がり。こうね、右に上がる。右に上がる。高さ揃うように。この部分も、右上がり揃うように。で、この部分。真ん中ね、さっき真ん中書く。で、左。右とね。書いて、縦で、真ん中ね。下空間できるように。と、しっかり左右の払い。大きくね、払ってください。行に目必ず角度変わるように書いて空間できる。ね。この部分、高さ揃うのと、こうね。こういう風にならないように。少しこう、膨らん、広く、この部分広く取れるように書いてください。ここに空間。で、内へ。下、ここがまっすぐね、になるように。右上がりに揃うように、右上がりね、揃うように書いてください。で、上がった分ね、下がるぐらいでね、書いてください。で、ここね、うがつっていう字ね、縦に2ついって、長くね、左長くね、ここからね、閉じて、立て、ね、書き順。長くね、このさ、しっかり広く、ね、横幅出るように、ここに空間できるように書いてください。
もうね、右上がり、ソロ大、ちょっとこれ上がりすぎる。ソロ泳いね。点が下がっていってしまわない、こういうふうにね。こう下がらないようにね。点も右に上がっていく。少し内へ。うん、同じね。門構え。ね。ソロ泳い。ね。あまり中身出てこないようにだけ書いてください。では、説明終わります。